ぷん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 、みんなこんにちは。今日はダダンダンとアンパンマンゴーを使った間違い探しゲームをやるよ。全問正解目指して頑張ろう。それじゃあ早速始めるよ。まずはアンパンマンゴーから問題だよ。3問出すね。よく見て、どこか一箇所だけ違うところがあるの見つけてね。それじゃあいくよ。第1問。さあ、どこが違うかわかるかな。3、2、1。それじゃあ答えを言うよ。答えはこっちのアンパンマンゴーの羽が1個足りないでした。このボタンを押すと羽がもう1個出てくるよ。これで2つとも同じになったね。それじゃあ続いて第2問。さあ、違うところを見つけてね。これはちょっと簡単な問題だね。みんなも分かったかな。それじゃあ答えを言うよ。答えはこっちのアンパンマンゴーにアンパンマンの人形が乗ってるでした。それじゃあ次でアンパンマンゴーの問題は最後だよ。第3問。さあ、どこか一箇所違うところ見つかったかな。これはちょっと難しいかもしれないね。よーく見てみてね。3、2、1。それじゃあ答えを言うよ。答えはこのアンパンマンゴーの後ろの部分、見てみるとほら、こっちが出ていないよね。それじゃあこれでアンパンマンゴーの問題はおしまいだよ。次はダダンダンの問題。ダダンダンもアンパンマンゴーと一緒で全部で問題は3問だよ。どこか一箇所だけ違うところを見つけてね。それじゃあ始めるよ。第1問。さあ、どこが違うでしょうか。みんな分かったかな。3、2、1。それじゃあ答えを言うよ。答えはこっちのダダンダンの頭が開いてるでした。それじゃあ第2問。さあ、どこが違うかな。よく見てみてね。ちょっと難しいかな。3、2、1。それじゃあ答えを言うよ。答えはこっちのダダンダンの左手が上に上がってるでした。それじゃあこれで最後の問題だよ。第3問。さあ、どこが違うか分かったかな。これはちょっと簡単かな。3、2、1。それじゃあ答えを言うよ。答えはこっちのダダンダンにはバイキンマンの人形が乗ってるでした。みんな全問正解できたかな。今日はアンパンマンゴーとダダンダンで間違い探しゲームをしたよ。みんな楽しかったかな。それじゃあまた見てね。